はい。2024年9月13日の金曜日です。えー、小松純也です。えー、っと、今日の動画のテーマは、あの、自民党総裁選のメンバーが出揃ったみたいなんですけど、あの、なんだろう、先日、新次郎を支持してないよって話をしたのとあ、新次郎で決まりだよねっていう話をしたんですけど、まあ、実際のところは、あの、来てほしいなって思ってたのは、青山茂春さんっていう方で、 あの、別の動画で撮ってたから、まあ、あの、勘のいい人は、あの、分かってらっしゃったと思うんですけど、まあ、青山さんも全てが全てなんかこう、いいっていうわけでもなく、まあ、そもそも全てが全ていい人を求めるんだったら自分が出ろよって話になるんでしょうけど、あの、まあ、その、財政に関してですね、あの、減税派で、あの、財政出動派だっていうことで、で、まあ、あとは、ま、クレバーですよね、彼はね、その、若い感性とかそういったものも、 あの、取り入れつつも、日本のその、国の、あの、あり方というか、そういったところも考えつつ、やってて。自民党の、あの、党員増やすのは、まあ、あの、青山さんが1位で。で、2位が、えー、っと、なんだっけ、あの人。なんとかサナヤさん。たかたか忘れた。<laughs> だからまあ、なんか青山さんが、あの、 その推薦人を20人集めれなかった、5人足りなかったとおっしゃってたんで、15人しか集められなかったんですけど、まあこれがまあちょっと、あの実は選挙の闇というか、なんというか、あの先日の,あの都知事選でも話したんですけど、先日の都知事選でも結局、小池百合子と、えー、石丸慎二と蓮舫ぐらいしか取り上げられてなかったわけですよね。 安野さんとかなわけけですけど結局その報道がすごく公平じゃないからなんか青山さんは出てないんじゃないのかとか出るのやめられたんじゃないだろうかとかそういう噂とかそういったなんかあのなんかそういうのが出たせいで、まあ、なんか他のところであの推薦人になっちゃったとか推薦あのできないとかまあそういうなんかすごい変な人間関係のゴタゴタで今回ちょっと推薦人足りなくて履行できなかったらしいんですけど。 なんかね、まあ、その報道がすごいあの不公平なんですよね。だから、あの、その、ちゃんと、こう、ただの人気投票みたいになっちゃうし、なんかまあ、そういうところなんでね、まあ、イ,インターネットができたから、いろんな人がね、いろんな情報を発信できて、それを知る、 あの機会ができたんですけど、結局、まあ、ほとんど9割ぐらいの人がの、ユーチューブは暇つぶしで見てるので、まあ、しょうがないのかなと思いますけど、まあ、すごく非常に残念な結果だったなというところで、えー、本日、締めたいいと思いますだからもっとね、そのメディアはあの選挙の時きに、すべての候補者の情報をきっちりあの報道するという、なんかまあ公平性を、ね、もっとちゃんと持った方がいいんじゃないかなっていうところですね。 はい、では、えー、本日もご視聴ありがとうございました。